はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ゴムだけでできるおばさんっぽくないお団子アレンジをご紹介します。お団子アレンジってね、よくされる方って多いかなと思うんですけど、ギュッと結びすぎたりとかひっつめすぎたりとかしてやってしまうと、ちょっとねおばさんっぽくも見えてしまいます。今日はそんな風に見えない、ちょっとおしゃれにバランスよく見えるお団子アレンジをご紹介します。しかも巻かないで、あとゴムだけでできるアレンジになってますので、忙しい朝にでもおすすめです。ポイントとしては2つあって、まずね根元の立ち上げ、あとは髪の毛をたるませる部分、この2つをしっかりとやっていただければバランスよく決まりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず、ドライヤーで前髪の根元を立ち上げていきます。ちょっとね濡らしたりとかして、左右こう振りながら根元を立ち上げるようにしてみてください。次にこのトップの部分もペタンとしやすかったりもするので、ペタンとしている方に関しては、まあ、少し濡らしてあげて、こちらも左右ドライヤーで根元を起こすような感じでかけて、根元を立ち上げてボリュームが出やすいような感じの状態にやってみてください。次はマジックカーラーで前髪を巻いていきます。次はバーム、後ろに髪の毛を溶かすような感じにつけていきます。次にまとめていきます。でこの時に少し顔周りをたるませながらまとめていきます。この辺の部分ですね、顔周りのいわゆるちょっとフェイスラインを隠すような感じで、耳も少しね隠れるぐらいの感じでまとめていきます。でこの時にこのトップの部分もね同様に立ち上げて、後ろの髪の毛はこう持ってる状態でたるませながらバランスを整えていきます。だいたい耳ラインぐらいの部分で髪の毛をまとめてゴムで結んでいきます。その時にお団子になるようにこんな感じで結んでみてください。で毛先の部分を少しね巻きつけて、もう一度上からゴムで挟みます。で次にカーラーを外していきます。外して前髪のちょっと広げていきます。でこの時にねここの隙間が埋まるように横の髪の毛を持ってきて、で前髪をこう広げて隠すような感じでバランスを整えていってください。前髪と横の隙間が隠れて、耳が少し隠れて、トップにボリュームがある状態で、お団子もしっかりとまとまっていればこんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。ここのやっぱりたるませだったりとかトップのボリュームがあるだけですごくバランスよく決まりますし、あとはね、まあワックスだったりとかバームをしっかりつけてあげるとツヤ感も出て綺麗にまとまりますので、ぜひやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。